はい、どうも、くらでございます。そのわけでね、続きをプレイしていきたいなと思っております。ここでした楽しいですね、ステルスね。これね、なんかね、最初なんかしゃがみとかね、なんかそんないらないんじゃないかなと思ってたんですけどね、なんかね、いいですよ。なんかね、幅が広がって、ほんと見つからないもんね、しゃがんでたら。なんで、ステルスが好きな方はね、もう大好物ですよ。もう私は結構メタルギアとか好きだったんで、結構ね、面白いですね。このしゃがみのステルスでこうやって倒していく。ね、こんな感じ。違う選手たちがやってるな。でね、さっき、ですね、ちょっとだけね、この関門前の廃墟にちょっとね、行ったんですよ。さっきね。で、そして、ここまで行ったんですよね。ここ。そこの、なんか、そこ。これ。目の前に見えてるやつ。目の前に見えてるやつね。それ、そこを、なんかアイテムが落ちてて、そしたら、なんかね、マップがこんな感じで手に入れられまして。で、マップが表示されるようになりましたね。よかったね。マップがやっぱあると、だいぶ違いますよ。はあ、で、続きをちょっとやっていこうかなと思います。で、前回は、ですね、この仲間を呼んだ感じだったっすね。この人がね。で、結構来たって感じですけども。とりあえず、この仲間呼ぶ人をちょっと倒します。はい。これで OK ですね。これがね、このステルス、これ楽しいですよ。メタルギアとかね、やっぱやってたら楽しいですよね。あそこの兵士長みたいなね、ここの今歩いてる。この人もちょっと倒さないかんすね。メッセージ。宝箱あれ。メッセージ読まないって言ってたのに。これ宝箱これ本当？あ、本当。これ宝箱なんかい。開ける。アイテムを拾う。フレイルだって。フレイル。装備。できんのかい。筋力なんですね。うわぁ、強。あと、兵士長だけ？マジで？おっと、これ、初撃破いける？ちょっと。その槍ちょうだい。はぁ、危ねえ！バレてないんかい！さあ、やろうか。リベンジだ。あ、いた、間違えた。あ、いた。間違えた。盾だった。バックサブいけるんじゃない？オッケー。さあ、兵士長。行こうか。兵士長！さよならのようだな。ああ、相手も落とさなかったな。はい。こんなとこでしょうか。やえいちゃん、こんな感じですね。あとは、さて、こんなとこ、んー！なんか、下に行ける。何？開く。開くんかい！あ、なんか宝箱ある。いや、待て、なんか、これ、どういう感じ？一回攻撃したらいい？大丈夫？オッケー。開く。すごい。宝箱はさ、ん？戦技の付与。砥石の小刀があれば、祝福で、千倍を用い武器に戦技を付与できる。戦技は武器ごとに一つであり、付与により古い戦技を外れてしまうと。ふんふん。砥石の小刀があれば、祝福で千倍を。属性の付与。千倍、乱脚だって。砥石の小刀。
どこであれするんだろうね、戦技の。へえ、こんなとこですかね。あとは反対側ちょっと見に行こうか。ん、また宝箱あるか。じゃあこれ、ないんかい。こっち側、あ、いや、またっていうか待ってめっちゃいたステルスしてたな君。あ、でも落として、落とさんのね。あ、来た、あった、ジャンプ。これが開く、アイテム拾う。君主軍の体験だって。装備できんだろ君主軍の体験、切り上げ、筋力っすね。うわ、つえ、190あるよ、もうこれだけで。筋力に振ってればね。ほう、いいですね。じゃあこっち行って、ああ、ルーンあるやないか、マジで。ありがてー、祝福に触れる。ロストグレス、ディスカバード。OK? で、さっきの、その戦技みたいなやつ、どうすりゃいいんだろうな。ムービーかい。うわ、なんか来た。オープニングで出てきた人。Traveler from beyond the fog. I am Melina. メリナ。I offer you an accord.え、ひもりめ的な感じの人？ Have you heard of the finger maidens? 指の巫女様。They serve the two fingers, offering guidance and aid to the tarnished. But you, I am afraid, are maidenless. I can play the role of maiden. ひもりめか。Turning runes into strength to aid you in your search for the Elden Ring. You need only take me with you to the foot of the Erd Tree. 黄金樹のふもとに取引する。Settled. Summon me by grace to turn runes into strength. レベルアップができるのか。Ah, another matter.I bequeath to you this ring. レーバの指笛。Use it. これで。To traverse great distances. Oh my god. It will summon a spectral steed named Torrent. シュンバの霊を呼ぶことができる。Torrent has chosen you. Treat him with respect.ほう、あ、で、ここで1000倍、さっきのやつか。レベルアップ。レベルアップメニューではルーンを消費して能力値を成長できる。筋力でも1上げときたいな。ね。OK。で、さっきの1000倍。1000倍メニューでは1000倍を用いて武器に新しい戦技と属性を付与できると。古い戦技は失われると。了解。クイックステップ、上質な大型ナイフになるんだと。クイックステップが乱脚になるのか。じゃあ乱脚にしてみる。標準と上質、うわ、どう違うんだろう。筋力補正になるのか、上質だと。ああ、
じゃあ標準にします。はい、これいつでも変えれるんだろう。多分乱脚にしてみるか。レーバーの指笛を使用することでレーバーを召喚し、了解。メインメニューのポーチに6つのアイテムを装備する。 Y プラス上とかって感じなんですね。あった、こっちかい。ここに、外す、付け替え、レーバーのこれですね、こういうところに入れていくって感じか。で、Y を押しながら左で使えると。ほう、あ、いいですね。あらら、あら、いいわね。で、あとね、わかった、あのね、あのほら、初回でなんかほら両手持ちのやり方がね、やっとわかりましたね。あの、まあ、要は長押しじゃなくなったんです。この長押しはもうこのクイックメニューというか、このポーチなんですよね、長押しなので。ね、三角をして、右だったらこの、ほら、右、これ、右の武器だったら R1、 三角 R1 で両手持ちになると。もう一回押したら外れると。で、 L1 だったらこの縦になるんですよね、三角 L1 で、こんな感じで。ね、まあ、これはこれで慣れたらね、こっちの方がいいかもしれないですね、長押しじゃなくて。ほんなら先に行ってみる、ちょっとこっちに。ちょっと沿岸橋見てみるか。あいつ何してんの。な、見えてるよ。ここ戦う？嵐の関門。落ちてきそう。やべ、弓がやべえな。誰が撃ってんの？あの人が撃ってんのか。バレてるこれ。オッケー、右からやろうか。やべ、嘘。ちょっと待って、バレてるやないか。すげえ来る。ちょっとやってみるか。もう一回来る。さあ、危ねえ、食らってないよ、危ねえ。大丈夫だ、いける。後ろに回る。なんと、ここはちょっと確実に回復しておきたいですね。やべやべ、剣あんのこの人。剣を抜いたな、いけるよ、食らってないよ。意外と衝撃波で食らう。くー、いけそうだな。食らった。
ラスト回復したい。もうちょい、いった、はあ、いけた。なんか落として、落とさん。ちょっと勝利の美酒に酔わしてる。オッケー。危なあ、危なあ、よかった、いけたよ。復活してるよね。今回復してきたら嘘だろ。あーわー、すぐ取る。獣肉の塊だって。うわ、これなんとか奥に行けんかね。やべ、行ってやる。うわー、めっちゃくれ。全部スルーで行こうか。じゃあ、なんと、湧き出たところから湧き出てきたね。あ、選手たちが頑張ってんな。ずーす、結構痛い。うわ、結構来るな。なんかアイテムがあるよ。黄金の種子だって来てる。あ、いや、帰っていってる。ふぅ、ヒヤヒヤさせやがって。あの人結構何回も出てくる人だったんですね。でもあの大きい人、いやーねー。 OK、 ほんでなんか上にいるな。あー、で、なんかそこアイテム、アイテムっぽいやつがあるな。ここ行けるんかな。砦の上と言いますか。行けるこれ。どうも行けなさそうだけど。え、ちょっと待って、めっちゃいるやん。あの、さっきの巨人の人、普通にボスかなって思ったら全然ボスじゃないやん。なんてこったい。あ、あれルーンじゃない？光ってる感じがね、ありましたね。ここにあるんじゃないか、じゃあルーンが。あったー、祝福に触れる。ラストグレースディスクブルート OK。 で、ちょっと休ましてもろて、聖杯瓶。え、なんで使用回数増やせる。黄金の種子って使用回数を増やすやつなんですね。あ、じゃあ増やそうか。はい。回復量、聖杯の雫なんだ。へえ。レベルアップ技量、はい、ありがとうよ。嵐岡のボロや、話しかけるだって。 Everyone's been grafted. Everyone who came with me. うん。
to have their arms taken. Did you know if you're grafted by the spark, it's quite a lark when you think about it. 横座り。おはい。話しかける。You're all on your own, are you? And heading to Stormvale Castle. Enticed by the one in the white mask, I suppose. Well, that makes us two. I don't have your cover. It's scary, you know, having your arms cut off. I want to be like everyone else, but I'm nothing but a なんだろう。ではさあ、ある。意思犬の鍵。あ、鍵なんだね。今のはね。鍵。これか。陰符像の封印を解くが使用すると失われる。だって、陰符像があるんですね。ほう。あとは、こんなもんかしら？さあ、では、まあ、とりあえず、この刺してる方か。ここ？次はこっちだよって感じ。じゃあ、こう回っていくんかな？ここのお城に入っていくって感じかな？めっちゃいるけど。ステルスでいけるんかな。だよね、バレるよねそれを。さあ一対一だ。あ、いいよ、だいぶ強くなったな。うん、シンクの盾、これはいいんじゃないか。筋力なのかい。なんかどう見ても技術っぽいけど。あ、でかっでかかったな。じゃあダメだな。じゃあラージレザーシードでしょうか。はい、これも、これもね、一応パリなんですよね、ラージレザーシード。もう行ってみます。ちょっとまあ、ここら辺の端っこも見たいよね。見たいよねっていうか、こっち行ってなんかある。うわ、恐ろしいな、ここなんかありそうっすね。はあ、てか結構いるね、あの巨人の人ね。とりあえず、このなんか、あ、キノコある。キノコね、松明いるな。松明いいな、マジで。わ、いける。いや、いけたからなんだって話ですけど。松明結構重要だな。こっちはもう正面行った方がいいんじゃないの。ねえ、ここやばくない？なんか、うわ、なんかやばそう。ボスっぽい予感がするよ。話しかける。手を見せる。汗びて黄金の本土に向かえ。ほう、半月の時に。なんかあるのかい？メッセージを。悲しみ。何を言ってる。一体何を言ってるんだ。あ、本当だ、橋壊れてんな。けどここにアイテムがあると。あさ、放浪戦士の製法書。はい。うわ、ここもでも降りて
なんかそっち行けそうだな。まあもう行こうか。いや、ちょっと待て。ちょっと待て。だいぶ違うあるけど。なんか出てくんでしょ、絶対。メッセージ読む。ここだ。何を言ってんの。わ、これなんか出てくるんでしょ。すげえやられてるけど。一個だけ見ようか、結婚に触れる。え？なんかお馬さんで、なんでみんな馬に乗ってんの？落ちたよね、完全に。馬失敗して落ちてんのか。何してんの？結婚に触れる。いや、だから この狭さは馬じゃないだろ。何してんの？止まってんな。素材を取る。うわ、でもすごい、こんな細かいとこまで作ってんのか。ねえ、裏道みたいな。びっくりした。めっちゃ鹿さんいるやん。ちょっともらおう。すまんない。どこまで続いてんだろうな。だいぶ来てますけどね。っていうか正面から行けよもう。湖のリエーニ、湖のリエーニに来たよ。うわ、なにこの広場。うわ、すげえ。ていうかまだまだあるな。ほんとオープンワールドになったなぁ。マップで確認すると今ここなんですね。さっきのとこはここだったんで、今どう来た？こう来たんか俺。今裏からこう来たんか。あ、だね。橋が途切れてこう来て、こう来たんですね、今ね。いや、正面行けよ。で、この先にって感じか。あはん。じゃあちょっと裏だけちょっとチラッと見て。すごいな。どっかから行けそう。あ、すごい。裏行けそう。ストームビル城の裏口から来たやつ。うん、何？アイテム拾う。しゃぶりりのぶどう。何この人、話しかけるだって。どういう状態これ。私のぶどうをお受け取りください。はあ、メッセージを、星座あれば。ブドウを渡したかったんですね。え、なんもなさそうだな。あ、いや、上に行ける。登る。裏から行っていいんかい？じゃあ、戻ろうか。まあ、ぶどうをいただいたということで。戻りたいけど、ちょっと左にも行きたいみたいな。うんうん、なんか、光がある。ああ祝福に触れる。よかった。行き過ぎ。
Forgive me. To determine if you had the metal. It seems my worries were Torrent had your metal. Whereas I merely preteris. But one other thing. I can take you to the round table hold. Gathering place. 円卓に行くのって。Very well. Let my hand re-行っていいのかな。はあ、円卓、円卓は祝福に導かれた汗人が集う場所、不戦の約定により戦闘行為が禁止されていると。話しかけ、What do you say? ほう、祈祷を学ぶ。ああ、ま、魔法？へえ。May the golden... この人は？ああ、hello。かっけえ装備してんな。I'm... Well, just call me Dialos. The honor of one... Dialos。If you notice she's my servant, take your eyes off her for but if you find her. やばい。こんなかっけえ装備あんの？あ、さっきの人やないか。Greetings. My name is Roderica. Ash isn't this place, the round table hold. 英雄たちの円卓。I never knew the guidance bestowed upon, although it's all of I'm still looking for my own. ほう。ん？討議に参加するとか、討議場？ほう。おもといる。Very well. It is safe here. 何これ？大祝福で休むって。ここで休めるのか？レベルアップができるのか？何？血がいっぱいあるな。これ闘技場っぽいな。じゃあさっきのね、繋がってるここに出てくるって感じか。はあ。うん、鍛冶屋がいる。あー、てかね、武器強化かというか武器が欲しいんだよな。へえ。なんかいる。 Greetings, great champion called by grace. I am Fia. Fia. Circumstances have compelled my stay at the great champion. Would you allow me? Perhaps you might share with me some of your lively vigor and your stuff. Doing so will grant me the warmth of a champion. And you, I am sure. Do you think it vulgar? Where I come from, it is a sacred. え？抱かれる？うわー、これなんか危なさそうっちゃ危なさそうだけどな。ねえ、断る。はい。化粧台を使うって。化粧をする。ああ、帰れるんですね。すごいな。帰れるんか。じゃあ、抱こうか。超の温調。抱かれるって、その抱かれるかい。
なあ。What you felt light up inside you was a blessing. Though it is but a fleeting thing, I am come back to me. I will take you in my arms. ハグのことだったのね。ベッドに座ってるんだもん、だって。なあ。まあでも、ダメですよね。ああいう時はね、抱いたらダメですよ。さあ、これでもういいかな。じゃあもう正面に戻ろうか。嵐の丘。まあまあまあ、結構、来ましたね。じゃあ、この次は、まあ、この中っすね。裏口から行くやつ。ね、この中に、ちょっと行ってみようかなと思っております。はい。では、そんな感じで、今回はここまでということで、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。ではまた。